ジンギスカン、ジンギスカンは1979年から1980年代前半にかけて活躍した西ドイツの音楽グループ。1979年にデビューした西ドイツのミュンヘン出身の男女6人組、あとに5人組となるの音楽アーティストグループ。ジンギスカンや目指せ、モスクワなどが世界的に大ヒットした。 1985年に解散したが、2005年12月に、スティーブの尽力で再結成され、1985年から20年ぶりに、打診ヒスキャンの活動を再開させることが報道された。1993年11月12日に42歳の若さで多界していたルイスと、社長業で議員を目指してたこともあり逮捕され、金なかったことで参加を見わせたレスリーを除く。 オリジナルメンバー4人に、ステファン、エプル、ダニエルのゲストダンサー3人を加えたメンバーによる初のライブが12月17日に、モスクワのオリンピックアリーナで行われ。ちなみにスティーブはこの時すでに末期肺がんであり、周りの周知の上で再結成し、訴え踊ってている。翌年の2006年5月7日に、スティーブが63歳で他界し、残った、 オリジナルメンバーのエディナ・ヘンリエッテ・ボルフガングの3人が話し合った末に翌2007年からは新たに7人からなる遺産テレガシーというバックダンスコーラス集団を加え活動を続けているその後の2014年以降ボルフガングがパフォーマーを引退しておりオリジナルメンバーはエディナとヘンリエッテ2人のみとなっているエディナとヘンリエッテは2018年11月に ラルフ・ジーゲルと再度長期契約を結んだ。2019年のダシン・ヒスキャン40周年には各国ライブを行う予定で進んでいる。グループ名はモンゴル建国の英雄、ジンギス・ハーンのドイツ語表記ジングス・ハーンに由来する。このグループ名は英語圏でもドイツ語表記のままで受け入れられている。しかし、日本版 CD では契約の関係から英語表記に由来するジンギス・カン。 が用いられている。2005年の復活の後に開設された公式ウェーブサイトはジンギスカンとジンギスカンの遺産と名乗り、1979年以来のオリジナルメンバーをジンギスカン2007年に招集したバックダンスコーラス集団をジンギスカンの遺産と呼び、サイト内の情報を分類、整理している。1979年、西ドイツの音楽プロデューサー。 ラルフ・ジーゲルが当時人気を博していた西ドイツのアーティスト、ボニー・ M のヒット曲、カイソーラ・ラスプーチをモデルとして、ジンギスカンという楽曲を作った。それをヨーロッパのポップミュージックの登竜門でもあるユーロビジョン・ソン・コンテストに応募するために6人のメンバーが集められ、結成したのがこのグループである。6人のうちルイスは企画当初からメンバーとなることが決まっており、 彼を除く5人はオーディションで選ばれた。1979年のユーロビジョン、ドイツ国内予選ではグランプリを獲得したものの、本戦では4位に終わりグランプリはならなかった。歌と振り付けの練習では、プロダンサーのルイスとヘンリエッテは、ダンスの素養があったのでそうでもなかったが、他のメンバー4人は大苦戦していた。17日間、朝から晩まで練習を続けた。そして、 ボルフガングとヘンリエッテ以外のメンバーは全くの初対面であったのでお互いをよく知り合うために練習の合間に一緒に散歩に出たり買い物にも全員揃って出かけたりしてコミュニケーションを取っていた楽曲の多くの作詞はマイヌンガーが作曲はジーゲルがそれぞれ担当したが後にはグループのメンバーも作詞や作曲を手掛けようになったほかスティーブ・ベンダーは ジンギスカンと目指せモスクワの英訳も担当していた。ジンギスカン解散後、ルイス、レスリー、ヘンリエッテの3人に、上記メンバー3名を加え、ジンギスカンファミリーのグループ名で、足掛け3年間活動した。2007年に招集された以下のメンバーは、公式サイトで、遺産あるいは、ジンギスカンの遺産、ザ・レガシー・オブ・ゲングス・ハーンと呼ばれるダンサー集団である。 ミュージカル俳優として訓練を受けた人々でコーラスも担当する。2016年1月にはエゲダイ、イゲエ、エルトゥヤ、ヤッサの4人がエリナ、ヘンリエッテと共にジンギスカンのメンバーとしてスクワでのライブに参加した。ドイツのチャートではジンギスカンが1位、目指せもスクワが3位、ローレライが6位、ハッチ大作戦が7位と4曲のトップ10、入り楽曲がある。 楽曲は国や地名、特定の人物をモデルにしたものが多い。なお、ないは放題。ジンギスカンは楽曲、ジンギスカンの強烈なインパクトにより、1970年代後半からディスコなどのダンスシーンでアラベスクなどと共に人気を博した。また、それにより当時の竹の子族と呼ばれる若者にも多大な影響を与え、数多くのカバー曲も生まれた。 モーニング娘。の楽曲、恋のダンスサイトなどで、フレーズが引用されたこともある。後に、ベリーズ工房がカバーしたりもしている。だが、いつからか日本での打診ヒスキャンは、ジンギスカンの時の曲と化してしまっている。1995年にエディナポップ、スティーブ・ベンダー、デスリー・マンドキの3人が来日して、なるほど。ザ・ワールドに出演した。 日本公演を行っていないため、この日が初来日。ボルフガングハイヒエルは、スイスに、ヘンリエッテ・シュトローベルは、マヨルカ島に移住していたため未参加、ルイスは闘病生活、または亡くなっていたため未参加。この時3人は、ジンギスカンと、目指せ、モスクワを生で歌っている。また、インタビューの時レスリー・マンドキは、友人と会社を経営していますと答えていたという。 外部リンクを参照。また、2005年に、目指せモスクワが、いわゆる、空耳ソングとして、注目を集め、モスカウのタイトルで、ネット上で、多数のフラッシュムービーが制作され、話題になった。タモリの空耳アワーでは、ダシンヒスキャン、モスカオ、ポーチ・ホロフ、オマーのほか、ダシンヒスキャンでのエディナのソロ曲、コム・ドック・ハイムなどの空耳が紹介されていた。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。